ライトアップされた神戸市立博物館、フランシスコザビエルゾ神戸市立博物館は、神戸市中央区警庁にある人文科学系博物館である。2020年現在の館長は、大谷幸正。神戸市立南蛮美術館と神戸市立考古館が、統合し、1982年に開館した。国際文化交流東西文化の接触と変容を、基本テーマとし、 国宝を含む、考古学資料や古地図、聖フランシスコザビエル像や、織田信長像、豊臣秀吉像といった著名な美術品、および金山平像や小磯良平ら神戸ゆかりの芸術家の作品等、約5万点を所蔵し、一部を展示している。神戸市立博物館の前身の一つは、神戸市立南蛮美術館である。この南蛮美術館のさらに前身は、 神戸市出身の地長門が自らの収集品を展示して1940年に開館した私立地長美術館であった。地長美術館は池長が昭和時代初期から収集を始めた南蛮高毛美術の収集品を展示する施設として神戸市吹き合い熊内町に開館した。しかし開館当時は千字色の濃い時代であり美術館は 数回の展示を行った後、第二次世界大戦中の1944年に休館した。コレクションの散逸を恐れた池町は、第二次世界大戦敗戦後に建物とコレクションを神戸市に譲渡し、神戸市ではこれをもとに1951年に市立神戸美術館を開館した。その後、1965年の神戸市立南蛮美術館への改消を経て、 長年にわたって神戸市における南蛮美術の拠点としての役割を担ったが、1982年に神戸市立博物館へと統合され閉館した。旧南蛮美術館の建物は神戸市文書館として使用されている。1935年に竣工した新古典主義様式の建物は、旧三菱銀行本店や丸ビル旧館などを手掛けた建築家。 桜井小太郎の遺作であり、横浜賞金銀行神戸支店として建設され、戦後は更新の東京銀行神戸支店として使用された建物である。同行神戸支店の旧警察署跡地への移転に伴い神戸市の所有となった。神戸市立高校館から神戸市立博物館へ転用するにあたって1982年に大規模な増改築が行われたが、 国の登録有形文化財として登録されている。日没から22時までライトアップされる。桜ヶ丘道卓桜ヶ丘道卓、うか画像体制横行きばず、織田信長像,像2013年2月から4月には中国王朝の司法という特別展が開かれることとなった。これに対して政治団体の男性が博物館に電話をかけ、 無期限延期を要求した。だが、博物館はこれに応じず特別展を開いた。開かれている間には、外線者による抗議が行われた。これに対して、兵庫県警は4月10日、政治団体の男性を、暴力行為処罰法違反容疑で逮捕した。ありがとうございます。